皆さん、こんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋かつ幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント前見咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは797@fmgino1.com。 またツイキャスト YouTube ライブでも配信してます。そちらからコメントどしどしお願いします。同時放送でリッスンラジオもお送りしてます。どれも FM ギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。すごいすごいすごい、2時間カムオイさん付き合ってくれるんですね。すごいぞ。しかもちょっとこの季節なんていうんですか、わかります、季節に沿ったすごい、ありがたいな、すごいんですけど。いやこれはいいですね、はい、そっか、私もじゃあ2月の18くらいになるんですか。今度10、そう、19ですね、19か、今日、はい、今日は2月の19です。2月の19、そろそろ暖かくなる季節ですね。季節を感じる、季節を感じる。何してるかな、2月19日何してるだろう。じゃあそろそろ CM 開けますね、はいはい、19日入りました。2月も後半になりましたね、はい、ですね、はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、すごい、あのカープボーイさんありがとうございます。もう本当にありがたいです。はい、ありがたいです、はい、さっきちゃんといいですね、はいってきて、はいってすごいです。もうはい、さきこさん、まなみちゃん、皆さんこんにちは、ワンワンワン、はい、こんにちは、そろそろカープが沖縄入りする頃かな、楽しみだな今年は。季節をちゃんと思います。そうですね、カープこの頃、はい、そろそろ入る、ちょ下旬、あ、中旬なんですね。でもね、なんかん、野球のキャンプって2月初めの、ね、初め、そうそう、イメージがあったんですけど、はい、カープは途中からなんですかね、はい、そうですね、もうなんか来ないとは思うんですけど、あ、そういえば、はい、あ、12月に、はい、なんかイチローさんが宮古島に、あ、はい、ね、うん、なんか教えに、はい、ニュースこう見て、うん、はい、12月で、ね、2ヶ月くらいちょっと前の話にはなるけれども、はい、なるんですけども見て、はい、わ、すごい、もうやっぱ興奮したので、うん、はい、すごいやっぱり、あの野球選手とか、うん、こうプロの方が続々沖縄入りすると興奮しますね、うん、ですね、うん、だからやっぱね、そういう時期にしか、はい、こうキャンプの時もプロの選手とか、うんうん、あんな間近で見る機会とかないじゃないですか、はい、それがしかも沖縄で、はい、ね、こう集中して行われるっていうのが、そうなんですよ、しかも恵まれてる、ね、恵まれてるし、しかもありがたいことに私、うん、はい、その宜野湾、うん、ね、あの野球の、プロ野球の方たちが合宿する近辺に住んでるので、うん、この人確実に、いや、ちょっと詳しくはないんですね、うんうん、はい、ないんですけど、うん、コンビニとかでたまにこの時期、うん、この人確実に選手でしょっていう体格の方が数人ゾロゾロとかって来るんですよね、朝方とか、はい、やっぱりあの出勤とか通学の時に、うん、はい、こう勝ち合ったりとか、はい、するんですよ。その時期にしか、その時期にしか出てこない。やっぱりですね、でかい。あ、本当に、でかっこいい。違うんですね。うん、で、やっぱ昔と今、うん、明らかに違うなっていうのはやっぱ顔の大きさですかね。もうみんなあの顔ちっちゃいんですよ。うん20代の選手だろうなと思うんですけど、すごい、はい、あの、うん、南東身っていうんですかね、顔がシュッと
あのバランス良くて、はい、特になんか12これも12月の話なんですけど、はい、大谷選手の、うんはい、がこうねドジャースの、うん、なんていうんですかこう中継やってたじゃないですか、はいうん、入ってて、はい、このインタビューとか、うん、こう他のこの外国人のこの、うん、なんていうのかなスカウトした、はい、そのドジャースの関連の方たちが並んで、うん、大谷のそば大谷選手のそばに立ってた時に、うんはい、顔ちっちゃって思ったんですよね何この人宇宙人みたいな顔のちっちゃさなんだって言って思ってめっちゃあれですよねだからなんか、はい、この顔ちっちゃいのに、はい、肩幅とかがすごいからなんか一瞬分かりますか、ね、もう分かります分かりますね遠近感がちょっとおかしいですよね大谷選手そうそうなんかいつもこの、はい、たまに画面で、ね、こう見る時とかに、はい、なんか違和感じゃないですか。そうですよね違和感が対する、はい多分ね、顔の小ささが、はい、あって大谷選手だけあの横並びでみんな並んでるんですけど、うんはい、遠くにいますよね大谷選手だけなんか遠くにいるみたいな一人だけどうしたみたいな、はい、もうあれはですねなんか隣にね、うん、並ぶ人、はい、よくねなんか、はいね、テレビ用語で公開処刑とかってよくね、うん、言われるんですけど、いやあれは隣の人が悪いんじゃないです、うん、あれはもう大谷選手がもうちょっと異次元すぎます異次元すぎますあの人すごいなと思いましたちょっと話、ね、何なのその話、はい、アイカップボーイさんから、はい今の選手はパンチパーマじゃないし金のネックレスもないしすごいなんか時代を感じるなんかあれですセットですねそうですねこれいつの時代でしょうねあすごいでも昔は中野町のスナックとかに行ったら、はい、選手とかいっぱいあったらしいけど今の選手は真面目だから飲み歩かないからあんまり会えないらしいあそうなんですねあその代わりコンビニとかで会うんですね、うん、会うんでしょうかね、そうそうそう中野町よくこの時期に行ったら選手がねいたってもう、はい、私でも社会人成り立てぐらいじゃないですかね、うん、そのぐらいの頃だと思うんですけどさ 20数年前か、はいはい、まだね選手が元気で、はいはい、いろいろ各ねよく噂では各地に奥さんがたくさんいた選手も、うん、各現地妻がいるみたいな噂の選手もすごいですよね、はい、なんて贅沢ないたぐらいなんかね、はい、あの元気な選手とかいたらしいですね、今年はどうなんですかね、はい、ですねコロナもまあ明けて、まあ、でもやんちゃなことはもう今しないとは思うんですけど ね、はい、コロナでやっぱりこう一時期は、ね、ここ数年はちょっと、ね、制限されてることが多かったから、はい、うんという感じで、はいはい、カープボーイさんもじゃあさぞキャンプを楽しんでいることでしょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、お付き合い本当にありがとうございます、はいはい、ではということで、はい、先週からの引き続きの、はい、はい、あのこの収録ラジオブースの、はいはい、空間についてのお話をしたいと思って、はい、今日は色ですね、はい、についてお話ししたいなと思っていて、はい、ここの収録ブースの色がこう画面上ではちょっと白ねに見えるんですけど、実際の色はちょっと黄色っぽいアイボリーなんですよね。はい、でまあねこの色も悪くはないんですが、こうなんていうのかな、何かねこうラジオブースってあんまり偏ったりとかこうイメージがつきやすくなるので、いろんなパーソナリティが入る、ね、うん、あの室内としてはいいんですけども、まあ、色を、ね、うんうん、塗ってもいいんじゃないでしょうかっていう、はいはい、そういう今日はお話を、はい、したいなと思います、はい、うん、色ってものすごく心理学ではやっぱり効果が、うん、はい、大きい、いい、あの、はい、部分になりますので、うん、影響をじゃあ受けやすいというか、はい、あれですか、うん、はい、もうちなみにピンクとかだと、はい、うん、やっぱり女性は見るだけで、うん、あの女性ホルモンがこう活性化していく、勝手に見るだけでいいんですか、もう見るだけでいいです、
はい、見るだけで活性化していくっていう、はい、そういったあの効果も実、うん、あのこうあるっていうふうに言われてるのでね、こうピンク早っで、まあ、男性の方も、まあ、入ると、男性が見たらどうなるんですか。あの男性が、そうですそうです、まあ、気持ち的にやっぱりピンクは優しい、はい、あの雰囲気に、はい、あの気持ちになるので、うん、実際にですね、これあの海外のアメリカの刑務所で行った実験で、この何て言うの、囚人、はい、囚人の、うん、あのお洋服をピンクに、はい、した実験があったらしいんですよ。はい、確か壁をピンクか、はい、あの服装ピンク、この囚人服をピンクにしたらですね、はい、あのこの暴力沙汰とか、はいはい、あのよくあの刑務所であるような、うん、そういったあのトラブルとかっていうのが減ったっていう、うん、そういった実験報告もあるみたいなんですね、はい、うん、なので、はい、面白い、はい、あの、うん、すごく色はものすごく、うん、あの大切かなっていうふうに思います、はい、あと色を変えるだけで、よく青の部屋、はい、赤の部屋って聞いたことありますか、うん、ね、ちょうどカーブボーイさんが今、はい、うん、全て真っ赤にしちゃいなよ言うみたいなしちゃエーバーあのカーブボーイさんがエーバーになってます今すごいマッチして終わったので、マナミンさんがちょっとあの画面見れないんですけど、今すごいツボってますはい、カップボーイさんつぼっておりますエーバーエーバー真っ赤にしちゃえエーバーいいんだよしちゃいなよ、はい、言うみたいな、なんかいいですね、はい、でもカップボーイさんやっぱあれですね、カップが好きなだけに、あ赤赤赤だとどうなるんですか。赤はですね、はい、どうでしょう、マナミさん、あのちょっと、はい、あの妄想してみて、うん、赤い部屋にいた時にどうちょっと赤は借り立てられる感じなんていうんですか、このしますよね、なんていうんですか、そうですね、なんかいい意味では、はい、この元気がとか、はい、なんかそんな感じ、うんうん、だけど、はい、悪い意味で言えば、はい、落ち着かないなんていうか、まさにまさに変になんかテンション上がっちゃってみたいな感じそうですね、そういう風になる人が多いと、はいはい、あの聞いておりますというか、あのはいですね、あの実際に赤って、はい、そうそうおっしゃるように、うん、興奮する色っていう風に言われていて、あの実際に人が見ると脈拍も上がるそうなんですね、はい、すごいですね、これ、うん、人ってすごいですね、見るだけで、はい、見るだけでそんな、うん、この女性ホルモンがとか、はいはい、脈拍が上がるとか、ね、やっぱりあの脳にダイレクトに色ってきますので、脳にダイレクトに来るものは、うん、ものすごく脳が分泌物を体に指令で出すんですよ、うん、はい、なので赤い部屋はよく熱く感じたりとかしませんか。言いますよね、うん、イメージで、はい、なんかそれの逆で、はい、逆にこの寒色系、うん、青だらけのところにいると、はい、なんか気持ち寒く感じるみたいな、寒く感じるっていうのもなんか聞いたことある。そうですね、はい、逆にそうそう落ち着いた、うん、こう冷静になるっていうか、はいはい、気持ち的にそういう風になるということで、はい、まあ、由来的にはもう自然の法則って言われてるんですけども、やっぱり青い、うん、あのね、冬とかは白とか、うん、その寒色系の色が景色的には多いので、はい、やっぱりその自然の法則で人間は寒く感じたり、はい、ちょっと、はい、暗くなったりとか、はい、気持ち的にですね、うん、っていうのがあのあるっていうのがあります、はい、なので自然の法則を考えると分かりやすいんじゃないかなっていう、うん、そんな感じですね、うん、なので赤だとイメージさせるのって炎じゃないですか、うん、で炎で火がメラメラとかだとやっぱりこうなんていうんですかね、うん、こうあったかいとか、うん、はい、そうですね、はい、あのもう自然にちょっとつなげるような感じで、はいはい、考えてもらったらいいかなと思います、はい、そこのスタジオだったら例えば、うん、どうでしょうね、何色がなんか作家さん的には、うん、なんかこう、うん、パーソナリティさんの、私やっぱりよく空間と心理、人の心理につなげるんですけど、うん、パーソナリティさんが話してる時に、うん、またはこうね、今、はい、こう画面で視聴、うん、あのこうリスナーさんが見てる時に、うん、まあ、どんな気持ちになって
ったらいいかなっていうふうに考えるんですよ、うんはいうん、なので例えば元気にこうワクワクとか楽しくこうパーソナリティさんが気持ちでなるんだったらちょっとポップな黄色とか、はい、あの一色じゃなくて黄色とか、はい、あのさっき言ったようにカープボーイさんが言ったように赤を全色だとちょっとね全面だとちょっときついんですけども赤をところどころお祭りみたいなあのイメージのこの色合いあるじゃないですか黄色赤とか原色を使った緑とか青とかそういったポップなこう感じの柄とか色とかでもいいかなって思います、はいうん、あとはそうですね、うん、やっぱりビタミンカラーっていう色ですよね、はいうん、黄色だったり、はい、オレンジだったり、うん、であのやっぱりこういう狭い空間にちょっと気をつけないといけないのは、はい、原色の鮮やかな色を使ってしまうと、うん落ち着かなくなってしまいますので、うん、こうくすみ系の色って聞いたことありますか？この例えば赤でもピンクでも、うん、こう色がこう、うん、ちょっとねショッキングピンクよりも落ち着いたちょっとグレーが混ざった、うんはい、グレッシュな、はい、あのこうピンク、うんうん、優しいあのパステルピンクとか、はい、ペールピンクっていうんですけども、うん、はい。そういった色を使ってちょっとあのこうグレーを混ぜたようなグレッシュ寄りの、うんはい、あの色だったりっていうのだと落ち着くとは言われてますね。あ確かに、うん、例えば原色の黄色みたいな、うん、のだったらちょっとびっくりしますよね。なんか収録してても多分なんかおおで落ち着かないですよね。そうそうそうってなりそうな感じ、うんはい、落ち着かないと思うので、うんはい、そういう感じで優しいちょっと薄い、うん、であのペールトーンっていう色合いのお色を使っていくといいかなって。うん面白いのが、はい、せっかく4面あるので、はい、こう なりたい気持ちの背景にして、はいうん、やるといいかなって思います、はい、4面ね同じ色をやるよりも、はい、こうあ、はい、分かります、はい、なんかここはちょっとピンク、はい、ここは黄色みたいな感じで、はいはいはい、そうですそうです。でやっていくといいかなっていうのありますし、はい、あとはこのちょうどね、だ楕円、うん、だからこう円形の、はいはい、柱、はい、なんていうんですかね、階段の、はい、螺旋階段のところがちょうど丸い、はい、なんていうんですかね、うん、ね弧を描いてる、弧を描いてる、ちょっと見せましょうね、はい。はいはい、今ツイキャスで、ね、動画でご覧の方にはちょっと見えるんですけど、はい、あ、そうかそうか、そうですね、若干こう、そうです、若干この弧を描いている部分がちょうど壁あるんですけど、はい、あるんですけど、ここはどう、ここをもうどなたかいますかね、アーティストさん、あのパーソナリティで、はい、アーティストさんにもうかっこよく絵柄描いてもらってもいいかなって思います、はい、この円形はですね、はい、ものすごくこう、うん、絵を描くのにいい感じの、うんいいんですか、うん、円形なのでかっこよく FM ギノワンをイメージした、はいはい、柄を描いてもらってもいいのかなって。どなたか募集募集、そう、ね、今回のこの、はい、今絶賛、はい、FM ギノワンリフォーム中ですけど、はい、今回このスタジオは、はい、多分おそらく現状そのままそうなんですね、はい、せっかくだったら、はい、これを機にここの壁も、はい、ちょっといい感じに生まれ変わったら、ねうん、なんだろう、ここのスタジオで収録するのってあんまりやっぱ、うんまあ、機材面とかもありますけど、うんうん、皆さんそこまでやりたかったら、うん、やっぱ個室だしなんていうんですか、うん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 、でも、うん、ここで収録してても楽しめるような空間になったらやっぱいいじゃないですか、うん、いいですね、うん、ってなるとやっぱ、ね、こういうここに絵が、うん華やかにそうですねとかだったら確かに逆に、うん、この螺旋階段のところに、うん、の壁に、はい、どうしよう海描きましょうかね、いいね、あ、いいですね、ね、なんかだから海で、うんうん、海辺で収録してる感じですよ、はい、海辺で収録、あ、すごい、カープボーイさん、マナミンさんが手叩きましたすごい、あの、はい、一票一票、はい、入ってます、海描きましょうね、海描くのいいかもしれない、はいはい、あ、すごい、ひふみみさん、そんなところで、さこさん、はい、あ、さこさんって、ひふみさん来ました、はい、
の回想は咲子さんも1枚噛んでるのって聞いてます。いえ今回はちょっと、はい、時期がずれてしまって、うん、はい、残念ながら。残念ながら。でも多分何かしらですごいいろいろお世話になると思うので。そうですね。あ、でもひふみさん、私今非常勤講師を IDA さんのところで、うん、こうやってるんですけども、インターナショナルデザインアカデミーさんのところでやってるんですけど、はい、ちょうどご協力いただいて、はい、こちらの回想の、うん、アイデア提案を、うん、プレゼンを、はい、させていただきましたっていうご縁があります、うん、はい。で、まあ、その子たちももしかしたらこのちょっと体操の時の少しいろいろお手伝いをそうですね、してくれるかもっていうところで、かもっていうことで、あ、ひふみさんなんか作業員募集してるらしくてですね、はい、はい、私も作業、うん、作業員、はい、作業員になるんですけど、もしよかったらひふみさんもぜひ、うん、あ、 IDA の点点点はってあれ多分ひふみさんも多分見てます、はい、多分12月ですでに、ああそうなんですね、はい、このロビーでこう並んでた模型とかパネルの、うん、はい、ものを展示させてもらってました、はい、そこの授業をやってました、はい、ありがとうございました、ありがとうございましたって、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ぜひなんか感想とかいただければ助かります。そんなちょっとね話は戻るんですけど、うん、今このその回想に合わせて、うん、ビースタのこの壁も、ね、うん、絵を描いたらいいんじゃないっていう話で、海の、海めっちゃいいですね、はい、あ、すごい海ね、はい、いいですね、いいね、なんか佐古さん、いい海のアイディアがあれば、いい、こっちで帰っちゃって大丈夫海かけね一気にかけないから多分3ヶ月コースになるけど大丈夫、いい、ゆっくり聞きね、そうそう、着ながらちょっと帰って一週間で、ね、そう波がどんどんそうできていくっていう、あ、いや、もし書かせてもらうんだったらめっちゃいいな、はい、あ、でも、うん、面白いかもしれないです。そしたら、はい、ね、このビスタでパッこの収録するパーソナリティさんたちもちょっと今まで以上にこの何ですか、殺風景な猫の部屋よりは楽しく、そうですね、楽しくできます、できます、育つ絵、あ、いいですね、すごい、育てていきますか、はい、いいですね、最初は、はい、そうそう、下書き書いてみたいな、そこから塗っていくみたいな感じで、そしたらなんかあれですね、例えば砂浜描いて、うん、海描いてってやったら、どんどんなんか砂浜に人とかが増えて、うん、いいですねあれみたいな、いいかもいいかも、増えたなみたいなあれみたいな、あれこれ私描いてないけどなって新たに増えていく形式で、いい、はい、いいですね、面白いかも、ちょっといろいろ考えてみる、いいですね、うんうん、あ、復興首里城も見せる復興さで、あ、いいですね、うん、楽しそう、あ、いいですね、うん、あ、でも確かになんか今思ったのが、うん、なんか FM 宜野湾のリフォームもなんか見せるリフォーム、うんうん、なんかちょっとリフォームの様子もあ、はい、はい、上げたいなっていう、ちょっと絶対いました、上げた方がいいですよ、うん、はい、ね、ですね、うん、上げてこう全然なんていうのかな、うん、こうみんなでシェアしていきながら、うん、はい、うん、面白いかもしれない、うんうん、はい、ということで、もうあっという間に、あれ色の話した？あ、したかしたか、若干色感じでしたけど、はい、はい、今回はじゃあ色の話をして、はい、じゃあ色の話をして、いよいよそうですね、来週はなんか今度は飾り付けみたいな、はい、ね、簡単にできる、うん、この有効ボード、はい、この点々が有効ボードって言うんですけど、はい、これ の、 有効活用をお話ししていきたいなと思います。はい、赤部ボーイさんからじゃあまたコメントを、はい、最後に紹介しますね、はい、いや、それは番組によって変えた方がいいんじゃない、あの壁の色とかって、海の絵が合わない番組ってありそうじゃない、そうですよね、なのでちょっと4面なんかこうね、まあ、いろいろ、はい、海と山みたいな感じで、い、うん、はい、いいですね、はい、でももうマナミンさんのこう、うん、一声、はい、で決まりますので、カープボーイさんそこはちょっと はい、我慢していただいて、はい、はい、じゃあカープボーイさんなんかどこかに赤いそうですね、
はい、カープボーイさんの壁を、はい、壁をどっかにカープボーイくんが書かれてるんですか。いいですね。じゃあ海辺にちょっと海辺に置いときましょうか。はい、はい、という感じで今週もありがとうございました。今週もありがとうございました。いや面白い、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかでも外でこう収録やってる、はい、うん、感じがいいですよね。外の風景描きたいですよね。あ、そうですよね。でも本当に海いいなって思いました。なんか本当にそれこそ眺める感じ、ね、なんていうんですか、ここが例えば窓みたいな感じになって、ね、海眺めてる、うん、海眺めてる。こっちも窓いいよね。あー確かに、うん、こっち窓枠、あの額縁、はい、あるのよ、できるのよ、えー、あちょっと見せよ ね、 ちょっとじゃああれして、その有効